2017年12月8日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第2427話、記憶にない。じゃあこんな話はどう？私は、よく記憶が飛ぶ時あるんだけど、その間何してるか知らないんだよね。その原因を確かめたくてこの間、自分で自分を撮影したんだよ。そしたらさ、最初の10分くらいは普通に本読んでるんだよ。忙しくて読めなかった本とか、時々本が移動してるからなんとなくわかってたけど読み方が自分じゃないみたい。いつも飛ばし読みっていうか速読してるんだけどじっくり参考書読むみたいに熟読してるんだ。これ書くと3日くらい意識飛ぶから書くのが怖いんだよ。映像の中でそのまま本読んでるんだけど、そのうちノートに一生懸命に書いてて、まるで受験生みたいに必死なんだ。それが2時間くらい続いてさすがに飽きてきたんだけど。私がさ、どっかに電話してるんだよ。声があんまり聞き取れなかったんだけど。先生、とか、大丈夫です、とか言ってんの。その後は普通に飯食べてやっぱりノートになんか書いて昼寝したみたいで終わったんだ。慌てて携帯の履歴確認したら、ここしばらく会社ぐらいにしか電話してないからだいぶ前の古い履歴に混じってその日かけたらしい番号あるんだ。さすがに怖かったんだけど好奇心に負けて電話したんだよ。電話に出たのが若い女性ではい、〇〇美術学校です。って？はぁ？って思わず言っちゃったんだよね。その後の電話のやりとりがこんな感じ。女性、S 山様ですね。本日はいかがいたしましたか？私、女性、何かご都合が悪くなられての授業費の変更でしたら大丈夫ですよ。この間のように風邪で医務室に来られても大変ですから。私はぁ、私そこに通ってましたっけ？女性、もう通われて1年になりますが、本当に大丈夫ですか？ご無理なさらないでくださいね。私はぁ、その後、やけに体調のこと心配されて電話切ったんだけどずっとはぁ、しか言えなかった。記憶にないんだよ。ずっと美術の成績は、2とか1とか。で部活はずっと体育系ばっか。美術学校なんて通うはずないし、むしろ絵なんて嫌いだからパニックになったんだ。本当にマジヤバいって思って、親とか親戚に相談したら、1年ぐらい前にお前が突然通うって言い出したんだろって言われた。学生証あったよ。デッサン油絵か芸術大学志望コースってやつ。写真入りのやつで、映画の半券とか学割で見てたみたいでいっぱい出てきた。親も親戚もさじ投げて自分の方が変だってその頃思って諦めたら、そのうち部屋にデッサンとかそういう本が増えてきて今まで本棚にないから少し興味湧いて読んだりとか、真似して描いてみるんだけど、映像の中の自分が描いたやつの方がうまいんだよね。通過映像の中の自分の聞き手役だから当然だけどさ、円の描き方とか全然別もん。そいつが綺麗な石膏を描いてたら、私のは落書きレベル。悔しくて、私も美術学校通ったんだ。会社帰りに行ったりとかさ、自分相手なんだけどムキになった。幼少期に激しい体罰を受けたことはあるのかな？ないよ。絵って描くうちにだんだん絵の観察目みたいなので来てくるって講師に言われたんだけど、本当だった。さすがに二つも学校通ってるせいか体調崩して肺炎になりかけてたみたいで入院したよ。やっぱり入院中少し意識飛んだらしいけど親とか親類とかいっぱい来て、法事とか葬式の時来てくれるお寺のお坊さんも見舞い来てくれたけど、何個か質問されたら、退院したら寺に来てくださいって言われた。3日ぐらいして母さんと一緒にお寺に行ったら体に糊みたいなのつけられて塩まぶされて床焚きさせられた。お坊さんと母さんのやりとり。母さん、やっぱり、餌かやですか？お坊さん、そだ、だがかますね、えがったやつだから。あとは井戸水ぶちまけられて終わった。
意識飛ぶのこれ受けてから回数減ったけど定期的に同じのさせられてる。揺り戻しがあるから気をつけなきゃいけないって言われた。説明されたけど意味わからん餌かやっていうの。餌、イコール、器かや、イコール、守り神で守り神の器で2から3年ぐらいが人気らしい。良いのと悪いのがある。悪いのになると、3年ぐらいで発狂して死ぬ。良いのは道しるべみたいなことしてくれる。ただどっちも気づかないとだんだん笑わなくなって。発狂するか行方不明になるって。私の人気はあと半年ぐらいだそうだ。多重人格っていうか、餌かやの家系だからたまにこういう、意識が飛んだりする。時期がある人が出てくるってお坊さんに言われた。良いのがついたのは60年ぶりぐらいで時代の節目とかそういう時に現れるって。あと、餌かやは少しずつ周りに感化して消えていくから心配いらない。良い奴は周りにも良い影響を与えるから良かったなと言われた。悪い奴は、悪い影響を与えて発狂させて真っ白になるって。ネットで見つけた怖い話。第2428話、お経等と。いきなりですが、僕が中学の頃の話をします。当時、石垣島に住んでいて、石垣少年自然の家、という、小学生や中学生が合宿で泊まったり、キャンプできるところでの体験談です。昔から、山に足を向けて寝ると、山から兵隊が降りてくる、とか、夜中に一人でグラウンドに出たら、あるものが見えてしまう、などの言い伝えがありました。僕は、学級レクでそこへ泊まりに行ったのですが、夜中、どうも暇なので友達を誘って、建物の裏にある山へ行こうと誘いました。山へは、友人二人、計三人で行きました。もちろん、山ですのでハブや危険な動物はたくさんいるのですが、好奇心から危ないと分かってても、結局行ってしまいました。山の入り口がフェンスで仕切られてて、鍵はかかってないのですぐに入ることができました。最初は何もなく普通でしたが、友人の一人が、声が聞こえるけど、お前らも聞こえる?と聞いてきました。どんなに耳を澄ましても、全く聞こえず。友人が聞こえるという声の方向に進んでいきました。進むにつれ、友人がお経に聞こえると言い出しました。それでも、僕には全く聞こえず、さらに奥へ進むことにしました。それでも、全然何もないので帰ろうと提案したところ。友人が、あの岩の近くで聞こえると、指を指して言いました。興味本位で近づいていくと、声が消えた。と言い、もう何もないし今日は帰ろうと言って、来た道を引き返しました。すると、後ろから、ガチャ、ガチャ、と、変な音がしてて、嫌な予感がしたので、そう歩きで進みました。すると、後ろから聞こえる音も、ガチャ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 、と速くなってきました。さすがに怖くなり、走って戻ろうと友人たちに言い、一気に走りました。フェンスがあるところまで音はついてきてて、わぁ、と言いながら、建物に向かいました。すると、後ろの方で、フェンスが、ガシャ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 、と、ものすごい音を立ててました。また、叫びながらテントの方へ戻り、その後は、何もありませんでした。未だにあのお経と、フェンスの音の正体はわかりません。もしかすると、兵隊の霊だったのかもしれません。長文失礼しました。ネットで見つけた怖い話。第2429話、おやつ。自分が小学生の頃の話。母子家庭で、才の離れた兄弟はバイトで帰宅も遅く、私は、鍵っ子だった。学校から帰ると、茶の間には、お帰りなさい、今日のおやつです。飲めもかき、だけど、肝心のおやつが見当たらない。冷蔵庫とか戸棚とか色々探したけどなかった。
もう、お母さん最低。と思い、当時大流行のローラースケートを手に取り、友達の待つ公園に行った。暗くなってきて、友達の親が呼びに来る中、私は、誰も呼びに来てくれる人がいないこともわかってたし。一人で遊んでもつまらないので帰ることにした。帰宅すると、姉が鬼のような顔で私の方をまず引っ叩いた。と思っていると、姉は、食べ物を粗末にするな。とわめく、台所の壁一面に、握りつぶされた後、壁に投げつけられたドーナツと思われるものが散乱していた。お母さんがせっかく買ってきてくれたのに、バカ者。と相変わらず姉は怒鳴るが、私は、のまま、動けない。しばらく私には、おやつ抜き、の罰が与えられた。それから数日、同じようなことが起きた。おやつ抜きの私は、帰宅してランドセルを部屋に置いて、そそくさと遊びに行く。帰宅すると、また茶の間や至るところにおやつが散らばっている。そして姉は怒る。おやつを万引きしたんじゃないかと疑われもした。お腹空いてて、大好きなコアラのマーチをそんなことしないよ。と相変わらず頭が、の私も反論した。その次の日も、ポテチがばらまかれているのを見つけた姉は、妹、私、の頭がおかしくなった。って思ったらしい。だけど、しばらくして、私の疑いが一気に晴れる。その日、姉は風邪をひいて学校とバイトを休んだ。私は、いつも通り、おやつ抜きでランドセルを置いて公園に行く。帰宅すると、いつもと違ったのは、出迎えてくれたのは姉ではなく、母と警察官。お家に泥棒が入ったみたいなんだ。怖い人はもうここにはいないんだけど。お母さんと一緒に、外に出ようね。真っ青な顔をした母に手を引かれ、いつもの公園に来た。そこで警察官に聞かれたのは、当時、小学校の担任だった先生のこと。怒ると怖いけど、面白い先生だよ。と私は、答えたけど、どうやらあの時、私の家に忍び込んで気功を繰り返していたのは先生だったんだと、しばらくして先生の姿が見えなくなった時に気づいた。首からぶら下げていた鍵を、貴重品だから預かるよ、としれっとした顔で受け取り、私の家でアホやってた先生は、最近別の学校で強姦未遂を起こして逮捕されたって、同窓会で知った。今から20年前の話。ネットで見つけた怖い話。第2430話、生存者。3年前ぐらいの時期的に今頃の話。俺は、定時制高校に通ってたのよ。学校はもちろん私服で、校則も正直緩かった。だから免許勝手に取って通学に単車やら車で通う人も結構いたりしてさ。まあ先生にバレたら免許取り上げられるけど誰も気にしてないって感じんで、まあ同じクラスの友達がドリフト好きで。田舎だから走れる山も結構あるから学校帰り行こうってなったのよ。で仲間集めて車4台、6人で向かった。そこの山は地元の走り屋では有名で、休日となればラリー含め大勢集まる場所でさ。その日は平日だったから俺ら以外いなかったんだけど、人いない方が練習できるからあえて平日に行った。登って下ってを繰り返し2時間ぐらい車流して、そろそろ休憩しようかってなってラリーが集まるスペースに車止めてあーだこーだみんなで喋ってた。そしたら1台の白い乗用車がすげえ勢いで近づいてきた。お、誰だ？って感じにみんなで見たわけよ。けどその車は明らかにドリフト向きじゃないのはわかった。車種はよく覚えてないがほんと普通の車。しかもその時夜中の2時。景色を見るような山じゃなく、というかドリフト連中以外普段ほとんど誰も使わない山道になんで来るんだ？ってその字不思議だった。でそのまま勢いよく俺らの横通り過ぎたと思ったら、ガードレールのないコーナーで吸い込まれるように崖から落ちていった。一瞬何が起きたのかわからなくて呆然としてたが、おい、事故やべえわ。
と言って仲間の一人が落ちた場所に走っていった。それに続いて皆も走っていく。崖を覗いてみると、6メートル下に確かに車はあった。幸いにも太い木に正面からめり込む形に引っかかってた。その光景を見て唖然としてると、運転席から20代後半の男が出てきた。俺が、大丈夫ですか？と聞くとなぜか軽快に、あ、大丈夫、大丈夫、と言い自力で登ってきた。警察呼びましょうか？一人ですか？と聞くと、あ、一人だよ。飲みすぎたわ。警察は自分から言いますから呼ばんといて、と言って誰かに電話しだした。そんな男を見て酒臭くないし酔ってるように見えなくとても違和感を感じたが、それに気づいたのは後からだった。電話を話し終えたその男は道端に座り込みうつむいてた。おでこの左からうっすら血が出てるのを見えたので、俺は車にあった絆創膏を持っていこうとすると、なぜか仲間が、なんかあいつ変わってるし変に巻き込まれたくないからほかっとけ、と止めようとする。けど俺は、あんな事故すれば誰だっておかしくなるだろ？とその男に絆創膏を渡しに行った。あ、ありがとうございます。とちょっとおちゃらけた感じにその男が答えた。よく見ると坊主頭に血のついた T シャツにジャージのズボン、サンダル。部屋着みたいな格好だった。そしてまたしばらくすると車がまた来た。どうやらその男の知り合いのようだ。黒のハイエース版だった。俺らに何も言わずにそそくさとその車に乗って山を下っていった。開幕の前で起きた事故にテンションも上がり、それから1時間ぐらい車で話してた。結局落ちてる車はあの男がどうにかするだろってことで警察にも連絡せず、というかよくよく考えたら俺らここで違法行為をしているし、それはダメだろってことで、その日はそのまま帰った。それから一週間ほどしたある日、仲間の一人が焦った感じで話しかけてきた。それはあの日の山の事故が新聞やらニュースで取り上げられたらしい。そんな驚くようなことじゃないが、そいつが焦ったような感じだった理由は別にあった。スカーの事故で人が死んでるんだぞ、と友達が言った。と俺は、一瞬意味がわからなかったが、ニュースやら新聞では女性二人死亡と報道されてたらしい。男一人しかいなかったし何かの間違いじゃね？と聞くが、ニュースでは場所も車も俺たちが合わせた事故に間違いないという。俺は、半信半疑でその日の新聞を見てみた。確かにあの事故は取り上げられてあった。しかし俺がゾッとしたのは、こう書かれていたからだ。女性二人が死亡。17歳と22歳一人は助手席で頭を強く打っており死亡。一人はトランクからブルーシートに巻かれた状態で発見、運転手行方不明。それからその山は警察の出入りも厳しくなり、キャッツアイを引かれてドリフト連中は集まらなくなった。もしあの時車の中を見ていたらと思うと色々考えてしまう。警察には情報提供はしてない。未だあの男は捕まっていないと思う。乱文すみませんでした。ネットで見つけた怖い話。第2431話、継承。シャレにならないまでかはわからないが、一つ島根県のある地方で、現在二十歳の自分はほとんど山の中に住んでいる。普通山のふもとや悪くても道の通った中腹に住むのが一般的だ。なぜか我が家は寺や林業に従事しているわけでもないのに、頂上付近の山中に家が構えてある。幼い頃からだったので特別不思議はなかったし、逆に見晴らしのいい場所で嬉しかったもんだ。幼い頃よく山で遊んだ。山全部が自分のものみたいで嬉しかった。誰も来ないし、偏僻な場所なのに秘密基地があった。そんな場所必要ないはずだが、子供とはそんなもんだ。秘密と名がつく自分だけの場所ってのは存在するだけ楽しいもんだ。その場所は神社。しかも完全な正方形で左右対称、木の位置や庭石みたいなものの数まで、さらにすごいのは前後も鏡みたいに対称なんだ。奇妙なんだけど、鳥居も東西南北にあり、
社も四面にある。もちろん狛犬も8体いる。そんな危険烈な神社で人も来ないもんだからちょくちょく一人で来てた。一人しかいなかったわけじゃない。1キロ下にはようなじみがいたから行けばよかったんだけど、この神社には連れて行けなかった。祖父に他人を連れて行ってはいけないときつく言われていた。さらにきつく約束させられていたことは、この神社は西から入って南から出なければいけない。10月だけは北から入って出口は東。さらに夜は行ってはいけない。もし行ったら鳥居じゃない場所から出ること。という約束。なんか本当に秘密基地みたいで嬉しくて自分は暗号みたいなもんだったし、祖父が大好きで守っていた約束だった。そして先日大学に通っていて久しぶりに帰ることになった。そして今夏の盆に祖父と久しぶりにその神社の話をしたんだ。また続く、酒を飲むようになった自分に喜んで祖父はどんどん進めてくれるから二人して大いに飲んだ。翌日二日酔いの早朝に祖父が自分を起こす。早朝どころかまだ夜中の3時。祖父は真っ白な服を着て白いとっくりに日本酒を持っていた。さらには肩には朱色のしめ縄。夕べは楽しかったな。朝早くてすまないな。これから大事な用がある。夕べ話した神社について来てくれ。眠くて冗談じゃないと断ろうか迷ったが、祖父は深刻な顔をしている。いつも優しい笑顔で微笑みを浮かべる仏様みたいな顔の祖父。その顔がイーストウッドのような渋い険しい顔になっている。何かあると思い。ついていくことになった。夜だが、朝に近い、秘密基地の約束からするとこの場合どこから入るのだろうか？と思案していると、北から入り、西の空より風多い。東の光に雨をかけ、また北より出る。南にある足の国ぞ、根の国ぞ、旅券の囲いに張りたもう、入りたもう、天下りしかみのその、スサノ大臣、お神石、払いたまえ、清めたまえしかみの封じに参りたるかな、血のつなぎたるおかしき、申す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 。血の蛇、草蛇、黒の蛇、八つ首蛇、スサノ大臣剣を巻いて、こんな感じで唱え出した。後に自分も暗記させられた。実はまだ続きもあるし、実際少し改変してあります。完全な言葉は言ってはいけない決まりらしいので、その長い祈りとのような呪文のような言葉が終わり、ちょっと変わった方法で神社にやっと入った。そして自分は南の鳥居で待たされ祖父は一人で南側だけを閉めて、残りを開け放ち社にいた。こちらからは何をしているのか見えない。しばらくすると左右の丘道から真っ白な人が神主が持ってるひらひらを背中に何枚もわためかせ出てきた。で、目が三つあるんだよね。背中の方光ってるし、自分は無論ブルブルマックス。生まれて初めて失禁した。人間ビビると尿を漏らすのは本当だと実感した。時間の感覚がなくなるというか、止まったと思った瞬間だった。南の社の扉が大きく、強く開いた。当然祖父だと思った。祖父は祖父だけど何か違和感があった。そいつらから離れろ、って言うんだ。でも自分は左右にいる二人の白いのは神様って分かってたから、信心深い祖父が神様をそいつらと表現するのに疑問と違和感を覚えた。感は正しかった。祖父は、いや祖父みたいなもんの首がいきなり転がって首のあった場所から真っ黒な蛇が何匹か出てきた。自分は霊感はあんまりないはずだけど、この黒蛇だけはやばいって感じた。幽霊とか、悪霊とかってレベルじゃないと直感的に悟った。すると、左右の神様が剣を持ってるのに気づいた。助かるぞって期待した。そしたらそれぞれ左右の、東西の鳥居の方へ離れた。神様も初めて見たから怖かったけど、黒い邪悪な蛇ははるかに怖かった。害と殺意ははっきり伝わってたから、頭が黒蛇の祖父の偽物みたいなのが、一歩、二歩とこちらに近づく。ああこや、死んだな。神様もじいちゃんも助けてくんねえかなって思ってた。常人の自分はこういう話の定番で気絶してたみたい。気づいた時は四方を開け放った社にいた。
ど真ん中にむき出しの五人体。剣なんだけど、かなり錆びてるやつ。いつもの仏様みたいな優しい祖父の笑顔。よかった。説明は短めにするから聞いてくれ。我が家は何代前かはわからないくらい昔からあの神社の守りをしてきた。わかってるとは思うが、あれは普通の神社じゃない。参拝客が来ないとか神主がいないとか、賽銭箱がないとかじゃない。そしてさっきお前が見た神様も蛇も夢じゃない。あれはな、もっと偉い神様の記憶なんじゃ。そして、お前に役目を引き継ぐ儀式だ。わしも昔祖父から引き継いだ。しかし、お前の両親は知らない。代々孫に引き継ぐ決まりなんじゃよ。怖かったろうなぁ、すまんなぁ。でも運命なんじゃ、これだけは。別に何かこれからしなければならないとか、神主になれとかは一切ない。とりあえず管理や掃除はわしが死ぬまではやる。しかし、死んだらお前がやるんだよ。そしてお前もまた孫にわしがしたことと同じことをするんじゃ。儀式と言葉を覚えて、あとは掃除や管理をしておけばよい。あの約束を守ってな。涙を流しながら祖父がそう言った。大学を出たらこっちで暮らせよ。ここでの暮らしが怖くなったろうけど、本当に普段何もしなくてもいいし、お前がまた神社に行っても何も起こらないから安心しなさい。今二十歳、あと2年で京都の大学を卒業し、ここで暮らすことは確定してしまった。現代人である自分はこんなオカルトなことには関わりたくないが、起こってしまったことは否定しない。しかし結婚はしても子孫を残すかどうかは迷っている。しかし、こんな不気味で恐ろしい儀式というかならわしがよく今まで家が断絶もせず、今の時代まで続いたなぁと感心している。そしてその理由が最近わかった。こないだある神社に彼女とおみくじを買いに行った。彼女はおみくじが大好き。手を打って目を閉じたらブワッと風が吹いた。彼女は、まだ手を合わせて祈っている。振り向いたら霊の白いひらひら付きの神様二人が狛犬の場所にいる。多分死ぬまでこの神様がついてるんだと思った。あれしてる時もいると思うと不愉快でならない。長い長い信じられないような打文を書かせていただきました。ネットで見つけた怖い話。第2432話、どんぐり神社。小学生低学年の頃、学校終わると神社で遊んでた。その神社は林に囲まれてて鳥居くぐった先の、かなり長い階段登った場所にあるからいつ行っても人はいなかった。静かな場所で、苔のついた石碑や、くたびれた木の社があって、時間が切り取られたみたいなおおらかな雰囲気が大好きだった。社に座ってぼーっとしてると、さわさわ葉のこすれる音が響いてすごく落ち着いたんだよね。ある日、いつものように神社行こうとしたら階段にどんぐりが置かれてる。不思議に思いながら階段を登って神社に着くと、先客がいた。いつも座ってる社の椅子に、同じぐらいの子供がいるんだ。見たことない子だった。遠目から見て顔色の悪い子だなーって思った。そいつは俺に気づくと笑って、おいで、おいでって手招きしだした。俺は、人見知りな性分で、どうしようかってしばらく迷ったまま神社の入り口で立ち止まってたんだ。5分くらいかな。その間そいつはずっと同じ動作でおいで、おいで、してるんだよ。表情は笑顔のまま変わらないんだけど、それがずっと見ているうちに笑ってるんじゃなくて怒っている顔に見え始めて気味が悪くなった。だから、無視して帰ることにしたんだよね。階段を降りようと、キビスを返すとき、視線の端でそいつが笑顔のまま立ち上がったのが見えた。追いかけてくるなって思った。階段を降りる途中、背後から気配がして予感がすごかった。すぐ後ろに、何も言わずそいつがついてきているのがわかる。振り返るのが怖くてビクビクしながら階段を降りた。一段降りるたびにどんぐりを踏む音が後ろから聞こえるんだよね。全部降り切って、鳥居をくぐった時には泣きそうになった。家までついてきたらどうしようって。何歩か歩いて、恐る恐る階段を振り向いた。鳥居には、誰もいない。
ほっとして階段を見上げた時によっとした。神社の入り口の最上段から、青白いおっさんが俺を雑草に睨みつけてるんだ。服をめくり上げて、そこにどんぐりを貯めたおっさんがね、走って家に帰って二度とその神社には行かなくなった。今日のオカルトスレ。不可解な体験、謎な話いいにじいまー。授業中肩を叩く子。可愛い外国人の画像が集まるスレ。リンク。2006年頃、アメリカの話。車に友人を乗せて運転していた。時間は夜11時頃だったと思う。ふと前方の上空を見ると妙な物体があった。オレンジ色の雲のような質感の棒状で、縦向きに空から垂直に垂れ下がっているように見えるものがあったんだけど、それだけでも変なのに、その棒状のものは、まるで昔の床屋のサインのように、ぐるぐる回転しているのだった。その物体は遥か上空に浮かんでいて、見た感じでは長さ数キロに及ぶものに見えた。友人も見た。友人もあっけに取られて見入っていた。翌日あまりに気になったので気象観測所に電話して聞いてみた。誰か昨日の夜に空に変な物体があると連絡がなかったかって。そしたらたくさん電話があった。でもこちらではそれが何かはわからないという答えだった。それだけの話なんだけど、あれは何だったんだろう。一昨日の、かまいたちに遭遇したっぽい不可解体験。風の強い日だと思ってたが、気にせず外を歩いていたら、左足のかかとのあたりが靴に当たるとなんか痛くなってきた。靴ずれか、そんなのできるの何年ぶりだろう？履き慣れた靴と靴下なのにおかしいなぁとか思ったけど、それで説明尽くしスルー。家に帰ってきてから痛かった場所を見ると、靴下にべったり血がついてて固まり、かかとにはどう見ても靴ずれには見えない、縦に鋭い刃物で切ったような傷があった。不思議なことにかかとを上から覆っていた靴下には傷一つなく、尖った石が入ったとかでは説明がつかない。再現しようと思えば鋭い針を突き刺して靴下のところを支点にして引っかくとかだが、歩いてる最中にできるわけがないし、結構出血してたこの傷で気づかないのもおかしい。後で調べてみたら、かまいたちってのは深く切られても痛くない。後で痛くなる。大概のものは布とかであっても一緒には切らないらしい。ウィキペディアに書いてるのとぴったり一致したので、自然現象だか妖怪だかは別として、まあこれがかまいたちなんだろうな。伝承通りのことが我が身に起きて、妖怪がこんな都会にもまだ生き残っているのかと思うとちょっと微笑ましいかもしれない。いやらしいところにできた傷が靴に当たって痛いのは勘弁してほしいけど。いや、かまいたちに切られると、血が出ないんだが。3番目が薬を塗っていくから。確かに。自分のばあちゃんがよくかまいたちに切られてた。ばあちゃん曰く。だが、傷口はパックリ割れて、皮膚の下の肉は見えてたが血は出てなかったな。物心ついてから、かまいたちは、ごくごく稀に真空状態となった空間に、運悪く皮膚が触れると起こる現象。なんてとんでも話を聞いたことがあるんだが、かまいたち自体、とんでもっちゃとんでもだが、わら。どうなんだろう？太りすぎて避けたんじゃないかと。今から30年くらい前かな？小学1年生くらいの時の話です。当時、家の入り口付近に昔じいちゃんたちが作った防空壕があったらしく、戦後使わなくなったので壊してそこに石を何個も積んでありました。僕が学校から帰ってきたら、その石が積んであるところにボロボロの軍服姿の疲れ切った感じの兵隊さんがライフル
お左に置いて下を向いて座っていたのでどうしたのかなと思ったので、お母さんに兵隊さんが座ってるよと呼びに行ったのですが戻るともういなくなっていました。そこで亡くなったりした人はいないです。後から聞いた話ですが、当時不老者か兵隊さんが来た時があったらしく、その時おばあちゃんがおむすびを作ってあげたとか聞きました。当時も今振り返ってもその兵隊さんの出来事は全く怖いとか思わないのが不思議でなりません。何かあるのかな？何か読み取れる方いたら教えてください。よろしくお願いします。お礼参りです。そうですか。ありがとうございます。今までに何人かに話したのですが信じてもらえず茶化されて終わりでしたので、軍服姿の兵隊さんがいる時代ではなかったし、姿も足もあり全身はっきりくっきりしていたのでずっと不思議でした。小さい頃だったから見えてしまったのかな？どうして自分に見えたんだろうって、怖いよりも不思議な感じがするもんなんだよな。どうして自分の前に出てきたんだろうってね。俺も一回だけ見えたとき、そう思ったわ。後から考えたら幻覚かもしれないとかなんとも説明ができない思いになるけどさ。けど、そういう経緯があったんならやっぱりありがたかったんじゃないかな。そういう念というか思いみたいなものがどこかに残ったりするんだとした不思議だよね。小学生の頃、本が大好きだった自分は毎日一冊ずつ図書室で本を借りて帰るのが日課だった。ところがある日、借りた本をカバンにしまわず、その辺に置いたまま校庭で遊んでから帰路について、家に着いてから本がないことに気づいた。あやあ、と思って、翌朝は早めに登校して本を置いたと。思ってた場所に行ったんだけど、見当たらない。困ったなぁと思いながら図書室に行って、司書の先生、いろいろあってものすごく仲が良かった、に、報告した。それから必死で探したんだけど、一週間経っても本は見つからなかった。この辺でまた司書の先生に報告しとかなきゃなと思って図書室に行って、ごめんなさい、まだ、見つかりません、と言ったら、え？何言ってんだお前？こないだ、ありました。って持ってきただろ？と言われた。確かめてみたら、確かにその本は書家に戻ってきていた。先生が自費で同じ本を買って保管しておいてくれたのか？と思ったけど、退出シールとかも借りた。時のままだった。ほのぼの。新宿甲州街道沿いの話なので、近くに勤めてる人は行って確認してみるのも一興かも。名前は出さないけど、ルミネ前交差点渡ってオペラして方向に。進む左側の道、左手に交番とスタバがあるちょっと手前の病院。昼に診察してくれる医者探していて、何の気なく入ったんだよ。窓口の方は親切だったよ。ただし、タイミング的にダメだったらしく、他の医者探そうとエレベーターに乗ったんだ。荷物並んでる右の方。ドアが開くと、おとなしい感じの女性がうつむき加減で乗っていた。まあ、普通に何も考えずに一回ボタンを押して、ドアを閉めた。その後がちょっと変で、ボタンを誰も押していないのに、途中の階の、ボタンが複数間を置いて点灯した。どの階もエレベーターに乗る。人は拒ず、1階まで。と思ったけど、時間も昼過ぎ。だし、お化けの出る時間じゃないと思ってそのままだったけど。今考えると変だなぁ。エレベーターの故障にしては、数回点灯して。いたし、病院のエレベーターで故障放置って考えづらいし。同乗していた女性が、ボタンが点灯するたびに手をピクピクさせて。
いたようなのも、ちょっと不気味。正直、昼でも二度と行く気にならないんだけど、まあ、単に故障して、いたんだと思うようにしている。私は、よく覚えてないけど母から聞いた話。私が小学生の時、母と買い物してたら知り合いのおばさんと会った。二人が世間話をしてたら、私がいきなりおばさんを指さして泣き出したらしい。聞くと、おばさんの後ろに怖い顔したおじさんがいる、と言ったんだとか。でもそれはありえなくて母とおばさんは、怖くなってすぐ帰ったんだって。なぜありえないかというと、おばさんの後ろは冷蔵の商品棚で人が入る隙間はなかったらしい。おじさんが誰だったのかは今でもわかっていません。母曰く、祖母、母方ゆえ、我霊感が強く、三兄弟の中で私だけが祖母の霊感を強いのだろうと、今は夏の夜に私だけに聞こえる鈴の音が不思議だねって家族と話してます。昔家族でおみくじ引いたらみんな凶だった。その年火事で家が全焼したよ。大凶のおみくじを引いて地震が来たんなら、オカルト的には不可解でも何でもないからな。あれ？大凶って縁起いいんじゃないの？凶や大凶は縁起が悪いから、大量のおかみくじにほんの少ししか混ぜてなく。だから引いたら楽に縁起がいいと聞いた。引こうと思って引けるようなものでもないと。大凶とかって引いたら木に結んで帰ればセーフだろ。5年前くらいの話なんですが、ずっと気になっています。何の変哲もない自分の家の自分の部屋での出来事です。時間は深夜1時を回っていたかな？寝る前、いつものように携帯で2ちゃんのまとめを見ていた時です。携帯の周りの風景って視界にぼんやりとありますよね？はっきりと、そのものが見えたわけではなく、そのぼんやりとした視界の中に白い影がふっと左から右へ横切ったように思いました。携帯を基準にするとちょうど上側の奥です。反射的に、通ったところへ目配せしました。あれ？何もない？そして向かった方へはっと見てみると、ラックにかけてあったヘッドホンのアダプタの先の方がぐるぐると回っていました。綺麗に円を描いてぐるぐる回っていました。僕は、それに釘付けになっていて思考が完全に停止していました。そのうちにゆっくりと回転が止まっていったのですが、何かが当たりアダプタが動いていたのか？そう思い、いろいろ試してみました。ふーっと息を吐いてみたり、ラックを揺らしてみたり、手でツンツンしてみたり。何をしても、あんな風にぐるぐると回ってることはありませんでした。回るとしたら、アダプタを手で持ってぐるぐると回さない限りどんな負荷をかけても回らない様になっていたのです。あれは何だったのか、未だにわかりません。本当に不思議です。同じような体験されてる方いらっしゃいませんか？いないと思うよ。たまーに玄関から誰か入ってくる音してそのまま2階に上がってく足跡が聞こえるんだが、これって霊的なものか？子供が帰ってきたのかと思って確認しても誰もいなんだ。気のせい。そうならいいんだがな。まあ実がいないし無視すりゃいいのか。怖がりの俺からすればすでに実害。うちは楽に2階から降りてくるよ。たまーに2階にも上がっていく。もちろん誰もいない。一緒に住んでんじゃん。うちは楽に2階から降りてくるよ。たまーに2階にも上がっていく。もちろんうちの猫だけどね。先週のことなんだけどさ。祖父母んとこに帰省したんだが、具体的な時間もメールしないまま新幹線乗っちゃって、地元に着いちゃったのよ。まあこれからバスで帰る最中にでも連絡しようと思って改札抜けたら、祖父母が待ってた。お前からメール来てたよ。吸われた。
しかも、ばあちゃんにそのメール見せてもらおうと思ったら消えてる?とか言われて。ばあちゃんも俺からのメール一件も削除しないから、消したのは絶対ありえんのよ。楽々本だし、あれって削除の確認がはっきり表示されるしさ。俺が無意識に何かしてたんかな。初めてのお使い?こっそりスタッフがついてきてたんじゃ?祖母の目で、送ってもいないメールを受信したんだな。孫は我が子より可愛いって言うし、ばあちゃんの愛とねえ。昔、百貨店でエスカレーターの落走事故があった。その時の映像が残ってて、今でもスクープ番組なんかで放送されてる。撮ったのが、地元放送局のカメラマンの人。その人が特番のインタビューでこんなこと話してた。撮れたのは本当に偶然で、自前のカメラで撮影した。カメラはいつも持ち歩いている。新人の頃に出先で大きな事故に遭遇したことがある。撮影機材を持ってなくて撮影できなかった。その時悔しい思いをして、給料が入ってすぐに撮影機材を購入した。それからは、必ずカメラを持ち歩いていた。で、それぐらいの心構えがないと、事故撮影なんてできないんだろう。幽霊みたいなの2回見たけど見た直後は早く撮らねば、と思ったのになぜか。ああやっぱ撮らなくていいやと思って撮らなかった。近くに兄弟いたのに別に言わなくていいかって黙っていた。なぜ撮らなかったのか、兄弟に知らせなかったのか自分でもわからん。普段は何かあったら撮っておこうと思っているのに、心の底で、撮ったりすると後々面倒なことになりそうだ。と思ってる。わかってる?のかもね。ついさっき娘と近所のスーパー行ったんだけど、不思議な体験した。娘と歌いながら歩いてたから周りの変化に気がつくのに少し遅れたんだけど、多分きっかけは電信柱と壁の間少し細いところを抜けたとき。娘がその細いところ通りたがって、そこを抜けた瞬間に空気が変わったような気がした。なんだか世界がセピアっぽくなったというか、車と通行人が全くいなくなった。雨が降りそうだったから、セピアっぽく見えたのかも。でんでんムシムシの歌がやたら響いてて、あれ?おかしいなぁと思ったら耳鳴りしだして、なんだかとてつもなく怖くなってきて、娘を慌てて抱きかかえて。急いで通り過ぎた電信柱通ったら、車とか人通りもあって元に戻った。時間にすると多分1分もなかったと思う。興味本位にもう一回通ったけど、特に変わらず。向こう側も別に普通に見えるし、別に電信柱毛布だとか貼ってあるわけでもなく普通。何これ怖い、まだドキドキしてる。白昼夢?平行宇宙の平行世界に紛れ込んだだけだな。もしくはドッキリ。よくあることだから気にすんな。もう少し長くいたら、時空のおっさんが現れたな。きっと。普段書かないから読みにくかったらすいません。小さい頃に体験した、というか見つけた、今思い出すと何だったのかわからない生物。まだ小学校低学年の頃、家族で海に釣りをしに行って、自分は階段がそのまま海に繋がってるとこで棒切れ持って遊んでた。水面を棒でバシャバシャさせたり、泳いでる魚を眺めてたんだが、妙なものが階段に打ち上げられてるのを見つけた。赤褐色の塊で、明白な形を言い表すのが難しいんだけど、ら両手いっぱいくらいの大きさ。目も口もなくて、ただ柔らかそうな塊なんだけど、動いてたから生き物だと当時は思った。ゆっくりとだけどいろんな箇所が動いてて、移動してる。しばらくじっと観察してたんだけど、自分はなんとなくそいつを、間違って打ち上げられた海の生き物だと思って棒でつついて海に戻した。
そいつは泳ぐでも、うねうね動きながら流されていった。あれは何だったんだろう。すれ違ったらごめんなさい。ウミウシか？いや、ウミウシっぽくもなかったんだ。元の形がわからんような塊だった。と思ってウミウシで検索してたら雨降らしの情報が出てきて、そっちの画像に似たようなのがあった。しかもたまに打ち上げられてるらしい。こいつだ。雨降らし。すっきりした。きっかけをありがとう。すれ違いかもしれないんだけど、心霊写真の番組とかネットとかで検索してみてみると、悲しかったりするわけじゃないんだけど。目頭が熱くなって涙が出てくるんだ。ああいうのって大体複数枚出てくるんだけど、全部に対して涙が出るわけじゃなく、そのうちの数枚に対してだけ涙が出るんだよね。でも、はっきり言って俺、今まで一回も心霊体験とかしたことない霊感だから結構、不思議に思ってるんだ。どんな事ようなことが起こる人とか何かわかる人いますか？不思議な体験だなぁ。学生の頃の話。俺は、授業中うつ伏せで居眠りをしていた。すると誰かがトントンと肩を叩いて起こし、パッと目を覚ますと床と足が見えた。靴下にサンダルだったから、やべえ先生だと思って勢いよく顔を上げて後ろを振り返ったが、先生はいなかった。その時後ろの席の女の子と顔を合わせる感じになったんだが、その子もびっくりしてた。先生は教卓にいて、相変わらず授業を進めてた。夢かな、と思ってもう一回眠ろうとしてたところにまたトントンと肩を叩かれた。ビビってまた勢いよく後ろを振り返ると、後ろの席の女の子が髪を差し出した。受け取って開いてみると、見えたの？と書いてあった。俺は、ゾッとして、さっきの一部始終を書いて返した。そしてまた帰ってきた。その子によれば、この学校には大人の男の人がいる。廊下から教室の中を見ていたり、たまに中に入ってきたりするけど悪いものじゃないよとのこと。その子と話した？の後にも先にもその時だけでそのまま卒業してしまった。友達と怖い話をした時にこの話をしたんだが、誰もその子のことを覚えてないんだよな。そういえば俺も名前を知らない。卒業アルバムにもいない。やりとりした紙もなくなった。あの子は誰だったんだろうと未だに謎。ケサランパサラン、最近よく見るんだが、うちの場合はちょっと変わってて、ケサランパサランを見るときは必ずその後に試練が訪れる。一回目はストーカー&アキス未遂、二回目は部屋中のありとあらゆる家電が壊れまくった。三回目は今日、車に惹かれかけた、www。リンク。試練じゃなくて、警告してくれてるんじゃないの？それ、くすんだ色じゃない？けさパサって、幸せの、と、不幸の、があるらしいね。不幸のけさパサの話どっかで読んだけどすごい怖い話だった。グレーだかの薄汚れたような色のやつ。グレーのやつダメなのか、幸運を与える代わりに自分が、黒く染まって、薄汚れて、言って最後に浜っ黒黒助に。大した話じゃないけど。遠出したついでに現地の温泉に入ったんだけど。上がって服着てたら、タパタパと軽い足音がして、3から4歳くらいの女の子が脱衣所に入ってきた。ふっと何気なくそっち見ちゃったせいで女の子とばっちり目が合っちゃったから。こんばんはって声かけたんだ。そしたら女の子はパーッと顔を輝かせて、すごい嬉しそうに。
お母さんの友達だ。っていうの。ここ初めて来たし、君のことなんて知らないし、誰かと勘違いしてんのかなぁなんて説明しよう？とか考えてたら、後から現れた女の子のお母さんが中学の時の同級生で二度びっくり。なんと結婚して温泉の近くに引っ越していて、たまに温泉に入りに来るんだと。偶然タイミングが勝ち合ったのもすごいけど、気になるのは女の子がなんでこっちのことを知ってたのか。学生時代もそう親しかったわけでもないから卒業してから全く連絡取ってないし、自分は同窓会にも出ていない。彼女曰く、卒業アルバムの類は実家に置いてるから娘、女の子は見たことないと思うよ、らしい。本人にどうして知ってたの？って聞いてみても、ニコニコしてるだけで明確な答えはもらえなかった。でも久しぶりに話してみたらお互い想像以上に気があったので、これから友達になるという意味だったのかな、なんて。ええ話や。こういう話読ませてもらうとしばらく会ってない同級生とか、今頃何してるのだろうかと思いを馳せるなぁ。3年前の実話です。都内の地下鉄での出来事。乗車して座席に座り電車が動き出すと誰かの話し声が聞こえた。シーンとした比較的空いた車内にその声だけが響く。すぐに向かいの席の男が喋っているのだと気づいた。リュックを抱え無表情で正面を見据えて喋っている。車内ででかい声などを出す人間には慣れてたので初めは気にしなかった。が、注意して聞くと内容がおかしかった。ピッピッピッポーン。まると気になりました。この時間のニュースをお伝えいたします。まずはお天気です。東京は、晴れ、気温はまるど。続きまして、まるで NHK のニュースでも聞いているようだった。首都圏の天気の後は都内で事故がどうとか首相が丸国の代表と会談したのがどうとか国会で何が話し合われたとか言ってたと思う。本物のニュースみたいによどみなく男は喋り続けている。なんだこれ？表情に出さないよう気をつけたが正直気味が悪かった。何駅過ぎてもずっと男のニュース。は続いた。男の隣に座るおばさんが目を閉じて、寝ようとしてた？すごく嫌そうな顔をしていたのを覚えてる。やがて自分が降りる駅に着いたがまだ喋り続けてる男。多分その後も喋り続けてたと思う。当時はほぼ毎日その路線を使っていたが以来男と再会することはなかった。電波さんって言葉があるけど本当に何かを受信してるとしか思えなかった。そういう人たまにいるよ。興味のあることは完全に覚えてて、緊張する場面で言葉に出すと落ち着くみたい。口に出すのが癖になってる人もいるね。通勤電車で一緒だったのがそういう人だった。運転席のすぐ後ろが指定席で、駅名案内や車内の案内を延々とつぶやいてた。乗り換え先でも同じことをしてて、放送が変化しても翌日には修正してくるから器用なもんだと感心してた。ガキの頃の体験。中1の時に高熱が出た。体も顔も真っ赤にほてっている。しかし当の本人は至って元気。ガニ3日続く。母、ばあちゃんに電話。数時間後。当園のおばさん到着。俺、近所で一番でかい木の下に連れて行かれパン一にされる。そしておばさんは背に回り俺の背骨のちょい右辺りに針を刺す。いや、刺すというよりえぐる？ほじくる？って感覚がある。見えないが結構深い、そして何かに当たる。ゴマ台の何かを針でかき出す。って感覚がはっきりとわかる。痛みは全くない。そしておばさんに終わったから風呂に入れと言われ、入浴の地に熱とほてりは下がってた。おばさんはすでにいなかった。
ちなみにその間母は仏壇の前にいておばさんとは会ってない。民間療法？呪霊的な何か？知ってる人教えてください。パンイチって何？縛り付けられたって意味？どっかの方言？俺は、沖縄本島なんだけど、786と同じことを親戚のおばあにされたことあるよ。自分の場合は物もらいがなかなか治らなくて、親戚の集まりの時におばあに見られて、766ようにみんなの前で上半身裸にされて、同じようなとこを針でほじくられた。痛いわけではなくみんなの前で恥ずかしさから大げさにリアクションしてたけど、おばあが言うには、根っこを取った、みたいなことを言ってて、実際、薬を塗っても治らなかった物もらいが、次の朝にはすっかり治ってたよ。自分も12、3歳頃だったし、766と近いぐらいの年だと思うけど、日頃お年寄りと接する仕事をしていて、それが何だったのかお年寄りに聞いてみても、昔はそんなことができる人がいたよね。ぐらいで話が終わってしまい、詳しいことは未だわからないけど。松本。夜、会社帰りに駅のホームで友人の松本と偶然会ったので、飲みに行かない？って声かけたら、青白い顔でただうつむいてた。変だなって思い、よく考えてみたら、松本は先月事故で亡くなってたのを思い出した。なら目の前にいるのは誰？お前死んだんじゃ？震える声でそう呼びかける俺に松本は背を向け、ホームに入ってきた回送列車にスーッと入っていって消えた。昨日の会社での出来事。仕事が終わったのが午後10時で、残ってるのが俺一人だったから。最後の人はセコムをかけることになってるので、5階にあるセキュリティの装置を起動。すると、2階に異常あり、鍵の閉まってない箇所、というエラーが出たので、しぶしぶエレベーターで2階に移動。フロアを一通り見て回ったんだけど、特に問題なさそうだったんで、センサー異常かなと思い、念のために窓や扉を一度開けてから、もう一度閉め直した。それで、またセキュリティをかけにエレベーターで5階に移動。エレベーターを降りようとして、ふと見ると、5階のボタンを押したし、エレベーターが上がってる感覚もあったのに、どう見ても、自分が今いるのは2階。はぁ？ちょっと不審に思いつつも、自分が5階を押したつもりが2階を押していたとか、なんか、そんなんだろうと思い、再度5階を押して移動。今度は確かに5階を押したぞ、と思いつつ、エレベーターが開いたら、やっぱり2階。もう一度、5階に移動を試して、3度目の正直で5階に移動できたんだけど、あれは何だったんだろうかと、未だに疑問。今の会社はこんなオカルトな話は特に社内では聞かないし、お盆っていう時期的なものだったのか。もし、その時に5階に上がってたら、これ書き込めてなかったかもね。お盆出しを墓参りしてご先祖に感謝したら良いと思うよ。デジカメの人物モードで撮影して、何もないところが顔認証ので囲まれた。何気にシャッターを押したらオーブが映ってた。そこに何かがいたのかと考えると、不可解でならない。キーボードで思い出したけど、エレクトーン弾いてたらたまにエレクトーンから人間の声がすることがあった。多分ラジオかなんかの電波拾ってただけなんだろうけど当時は不思議でしょうがなかったな。昔々長距離トラックの運転手は大体は車に無線機を取り付けて走りながら他の運転手と話してたりしていた。今はどうしているか知らない。で、その無線機というのが日本で許可されていないアメリカ輸出向け CB 無線機で、
日本では違法だったんだけど30年ぐらい前までは使用中の現行犯逮捕しかできなかったためほとんど野放し状態になっていた。周波数は28から30メートル HZ ぐらいの AM 波なんだが、問題はそれでは高出力にしないとあまり遠くに電波が届かないことにある、で、大体の人はブースターとかをつけてものすごく高出力にして使っていた。すると何が起こるのかというと、例えばそういう無線機で音声送信中のトラックが家の前を通ると、その家のテレビやラジオに混線して音声が出てくる。その他スピーカーのある電気製品が ON になっていれば同様に音声が出る可能性がある。で、移動中のトラックだからすぐにそれは終わる。謎の音声は大体はこれによるものだと思う。今は事情が変わったのでほとんど起きていないんじゃないかな。近くに監視器へつながる道路あるけど、トラックが通ると ADSL が切れる。ライムを介してコピーするソフト使ってるんだが、ごくごく稀に、ファイルのコピーが完全に止まる。まだ強い電波出して走ってるトラックあると思う。今、お盆でちょうど姉貴とその子供がうちにやってきてるんだけど。今朝、その子、俺彼見て目に当たる7歳、がご飯を食べてる時に、妙なことを言い出した。昨日の晩ね、グレムリンを見たの。映画のことかと思って、ああ、ギズモ可愛いね。って言うと、映画じゃなくて、本当のグレムリン。頭にクエスチョンマークが浮かんだが、その後の会話でかいつまんで。事情を説明すると、こういうことらしい。夜中にトイレに行って、戻ってくるときに自分たちが寝泊まりしている部屋から、映画のグレムリンそっくりなお化けが出てきて、そのまま俺の部屋に入っていったとのこと。大きさはそれほどでもなくて、小学生の目から見ても小さかったというんで、おそらく数十 cm。話がそれだけなら、小さな子供の作り話と笑い飛ばせるんだけど、ちょうど同じタイミングで姉貴が金縛りにあって、動けなかったそうだ。目を開けられなかったので、何も見えなかったけど、何かが自分の体の周りを何回かぐるぐる回ってる気配は感じたと。で、メイがトイレから戻ってきた瞬間に、金縛りが解けて、その後は何もなかったらしい。姉貴は本来、現実主義者で霊だとか金縛りだとか、鼻で笑うタイプ。それが、急に金縛りやら何かの気配やら言い出すし。めいっ子の話とも時間とかの辻褄合うしで、俺が今涙目。その化け物は俺の部屋に入ってきたらしいけど、俺は、熟睡してて。何も感じず。まあ、20数年暮らしてるけど、こんな具体的な目撃情報は初めてだし。通りすがりの何かだったと信じたい。念のため、メイにも俺の部屋を見てもらったけど、今は何もいないみたい、って言ってたし。小さい頃、親戚のお寺のお墓で近所の子たちやいとこたちと鬼ごっこして遊んでた。お墓って怖いイメージがあるけど、実際行くとそんな怖くなくて昔からよく手伝いできてたから。普通に夕方まで遊んでてさ。近所の子がいっぱい来て人数増えて、うろ覚えやけど8人くらいで鬼ごっこしてた。けど何か怖くないんだけど、途中から変な予感がしてさ。夏休みの特番とか思い出して。これ、人が一人減るってパターンじゃね?とか思い始めてさ。フラグへし折るために全員の名前とかをしっかり記憶してた。その中でも近所から遊びに来た小さな女の子が特に気になったから、その子と仲良くなって一緒に逃げてたんよ。名前も顔もしっかり覚えようって何度も何度も名前聞いて、顔見て話して。で、
日が暮れ始めた頃に帰るってなったから、一回みんなで集まったらさ。女の子、案の定いなくなってて。最初、帰ったのかなって思って一緒に遊んでたみんなに聞いたら、そんな子知らないって言われた。笑い。で、よくよく考えてみたら、名前が思い出せなくてしかも顔も思い出せなくなってた。未だに遊んだ記憶はあるけど、顔と名前が思い出せない。これ当たり前ながら誰にも信じてもらえない。ちなみに自分も自分が信じられない。一昨年、こちらに書き込ませていただいた話の続きです。何のことかわからない方も多いと思われますが、失礼します。祖父、父、そして俺は、代々、実家の2階にある部屋を書斎や学習部屋として受け継いでいる。父と祖父はそこで25歳の夏に奇妙なものと遭遇した。その奇妙なものとは、換気のために開けてある窓の外から部屋の中を覗き込む焼け焦げた女の生首。電気屋だった父と祖父はその生首と遭遇した時に、仕事や趣味で扱っていたハンダゴテや電気ケーブルを押し付けて撃退してきた。そしてついに九段の生首が先日、俺の目の前にも出現した。祖父、父の体験を再三にわたって聞かされてきた科学屋の俺は、前々から有機溶媒でもぶっかけてやろうかと思っていた。結局のところ、俺も祖父、父に習って撃退することとなったが、全く予想もしない方法となってしまった。まず俺は、極めてお酒に弱い。どの程度、弱いかというと消毒用霧吹きに入ったアルコールを吸い込むだけでヘナヘナとなるほど。俺の酒に関する恥ずかしいエピソードは別の意味でホラー味見ているがここでは割愛する。生首が出現する日の前夜、俺は、研究室の教官に無理やり飲まされて、早朝に這うようにして帰宅した。そして時折、洗面器のお世話になりながら窓を全開にして涼風を浴びていた。窓際の机の上に突っ伏していると突然、首筋にぬちゃっとした食感を感じた。スライムや血のような感触というよりも、雑巾を首にかけれた感触に近かった。頭痛をこたえながら目を上げると、そこにいたのはお約束の覗き込む生首だった。生首は窓枠に乗りかかっているのではなく、宙に浮く形で現れていた。突然の今日派に動転した俺は、奇妙な叫び声を上げた。それが悪かった。俺は、その時、息をこたえるように二日酔いにこたえていた。突然大きな声を出してしまったのがせつかったのか、それとも驚愕と緊張で胃腸が大きく動いたのか。それをきっかけに咳を切ったかのように胃の内容物がこみ上げてきた。内容物を書類の乗った机の上に落とすわけにはいかない。生首のことなどそっちのけで窓の外に自然と口が向いた。そして放物線上に窓の外に放射された吐瀉物は生首を直撃した。吐瀉物の半分は生首に直接かかり、残り半分は首を窓の外に出したので屋根瓦に直接落ちた。嘔吐感が落ち着いた頃、ようやく俺は生首に再度注意を払えるようになった。生首は怒っているようにも、泣きそうなのを無理やり笑おうとしているようにも見えた。さすがにひどいことをしたかなと思い、何か声をかけるべきかと考えたとき、生首はストンと屋根に落ちゴロゴロと転がり落ちていった。すぐに1階に降りて落着地点を見て回ったが特に生首の痕跡は発見できなかった。結局、後で見える形で残ったその出来事の遺物は屋根瓦上にぶちまけられた俺の胃の内容物だけだった。この生首は俺の実家が潰されず残っている限り、俺の子孫のところにまた現れるかもしれない。
万が一、俺が結婚できるようなことがあったらぜひ、子供に伝えて撃退を指南しておこうと思う。やはり心の準備ができていれば余裕を持って対処できるだろうから。わろた、わら。遺産で溶けたからもう出ないと思うよ。面白いんだけど本当に実は？実はじゃなければこんな酒の恥ずかしい話出せませんよ。2年前に父、祖父の体験を投稿してなければ多分、自分の酒の恥ずかしい記憶フォルダにしまっていました。2年越しの壮大な釣りとか。わら。ま、でも楽しめたよ。何年も前の午後の話。大阪京都を結ぶ電車が有名な神社付近を通りかかった時に、妙なものを見た。おしまい。